おいしい茶山の冒険3。前回なんかね、おいしい茶山の冒険2でなんかあれなんかなぜか最初においしい茶山の冒険3とか言ってたけどね、今回がねマジの3ですね。前回2だね。うん、このストーリーは6人の変なアミーボのガキどもがおいしい茶山というその山のどこかにあるという伝説のガチオコを探しているということです。うん。じゃあ、それを見ていこう。もう日が沈みそうだ。もう一回言わせて。めっちゃ噛んだ。もう日が沈みそうだ。夜。夜めっちゃ真っ暗だ。夜はめっちゃ暗いので、明るくしました。なんだ、夜めっちゃ暗いじゃん、やべえ。ものすごく暗いね。そう、こいつらにはさっきのめっちゃ暗い状態のままなのである。マジで暗いな。虫歯カール君、2回目の登場です。暗いな。お、こけちまった、行って。なんか切った？まあいいか。おっと、ガチョコンソは結構明るいな。キラリポン。なんか今見られたような気が。ぐひゃ。なんか踏んだ？ん？よーく見るとなんか紙があるぞ。伝説図鑑、またこれか。なんだこいつ。変なの。なんか乗ってんのか？これはドラゴンっぽいぞ。名前は何だろう？エンダーとドラゴン。エンダードラゴンじゃねえかよ。マインクラフトでできたやつだね。これは童話の中の生き物だが実際存在しているという説がある。ドラゴンはとても強く、エンダーはワープができると言われている。あとはぐしゃぐしゃ。へったくそな字だな。また漢字一つも使われてないようで、絶対さっきの書いた人と同じでしょう。これ、絶対さっき書いてた、うんね、絶対、うん、同じだよ、うん。絶対これ書いた人でしょう、さっきのやつも。字下手くそで漢字も使われていない。これは一応持っておくか。うん。なんだ今の声。うわ、なんだこの黒いの。なんだ生き物か。おーい、おーい、ビュービュー、おーい、キロ。誰だ。おいしい茶山の冒険3続く。今回は俺が出れたぜ。やったー。今日みんな出たんじゃないかな。いや、一人出てない。あっつくんだ、あの英語の変な頭いかれてるやつ。あいつが今日は出なかったですね。次出るといいね。今頃あいつどうしてんだろう。まあいいや。まあね、次も見ていってね。俺がね、きっとね、まだ超大活躍するから。おっとおっと、そうだ、今日あったことをよまとめていよう。今日はね、まあね、まず夜になりました。そしてめっちゃ暗くなりました。だがガチオコの近くが明るかったというね。そして、イカロウと、フォータロウは、伝説図鑑を探して、エンダーとドラゴンという名前のやつのページを見つけた。そして、キモいオレンジ色の変なやつ呼んだ？
呼んでね、帰れ。は？なんとね、あのキモいオレンジ野郎がね、虫歯カール君を吹っ飛ばしたというね。虫歯カール君ってなんだ？まあいい。とりあえずね、この俺がかっこよかったとかね、すげえハンサムだとかね、思ったらね、高評価。この動画も面白かったら高評価。チャンネル登録もよろしく。そして、あれ？そうそうそう、そして、ね、キンちゃんは、ね、見てくれるだけでね、嬉しいって言ってるけど、でも、高評価、チャンネル登録してくれるともっと嬉しいとか言ってたんでね、やってあげてください。仕方なくやってあげてください。お願いします。僕のためでもある。いや、僕でね、俺も、つって。俺のためでもあるからな。うん。まあ、コメントもベルマークも一応やっとけとかなんか言ってたぞ。銀ちゃんって変なやつが。じゃあ、推し茶壇の冒険4も見てくれ、見てくれよな、次。んーじゃ。落ち込みすぎだろ、お前。最後にジャーノイは言わせてくれ。ジャーノイ言うの初だね。スイッツーワン、スイッツーワン、ジャーノイ。